まこなこです。洛陽に検定を迎えに行きましょうという話ですが、その前にこれこの場所だと今洛陽にはいないのか、洛陽で買い物をちょっとしたいかなっていう気がねあるんだけれども、どっか他に買い物これずいぶん遠いな。牧羊でも買い物、これ馬いるな。馬いるんだったらちょっと馬をね変えようかなと。変えられるものならね。馬がご入り用で。あーやっぱりないのか。なんだろうな、やっぱりクリアかな条件は。そうそう、でクリアすると絶影だっけか、絶影だっけかな。まあいいや、とりあえずそんな感じの馬が手に入るのでしょう。ちょっとねもうレベルも99にね今乗ってるのなってるから早く欲しかったんだけれども、まあじゃあ諦めて再び行きましょう。さて移動をしたら即座にイベントとなりました。おお、そうそう殿、よくぞおいでくださった。陛下がお待ちかねです。先だっての董卓の騒ぎよりこの方、洛陽の荒廃は思った以上に深刻なようですな。このまま洛陽を帝の御座所としてはご不便も多く、また防備に不安もありましょう。我が巨匠であれば帝にご安心いただけるかと。ふん、巨匠か。洛陽は陛下にとって思い出深い地ではあるが、背に腹は変えられぬ。すぐに陛下に奏上を申し上げます。李郭各地の軍が洛陽の西に展開しました。一部はすでに洛陽の市中に入り込んでいる模様です。なんと、己あの逆賊ども、恐れ多くもまたぞろ陛下を門沸かすつもりか。東将殿、ことは急を要するようですな。陛下には一刻も早く洛陽を脱出していただきましょうぞ。猛徳、古老館方面に炎章の軍がいるぞ。先方に顔料と文集を置いているあたり、やる気を隠すつもりもないようだ。うん、わしらが帝を保護した時を見計らい力ずくで奪う算段か。あの炎章にしては準備がいい。洛陽の西にいる李郭らの陣を破れば迂回して巨匠へと迎えるが、満朝、南の様子はどうか。南には白亜州出身の楊鳳殿の軍勢がいます。彼は李郭の配下だったと記憶していますが、決別したのかここまで帝を護衛してきたようです。楊鳳殿本人についてはいい噂を聞きません。ですがあの軍には私の古い知り合いがいます。彼の戦力を当てにできるのは大きいと思いますよ。ほう、お主の知己か。名を何という。徐光殿と言います。己の研鑽に目がない変わった御人ですが、信頼には足る人物かと。そこは私が保証します。よし、ならば満朝、お主の知己を当てにしよう。今我らの背後に李郭ら、正面に炎章、今後他にも敵が来ることが十分に考えられる。だがかの者らに陛下を奪われるわけにはいかん。皆行くぞ。陛下を無事巨匠までお連れするのだ。というわけで行きましょう。いきなり目の前に刺客いますけど、はい、陛下、宋猛徳が推参いたしました。これより我が城へお越しいただきます。道中の危険を除いてまいりますゆえ、まずは洛陽の安全な場所へお連れいたします。おお、来てくれたか。真のすべてはそなたに委ねよう。頼んだぞ。あれなんか敵に今一気に詰め寄ったはずなのに。
これはすぐそばには、いや、いるな、陛下の車が。その馬車はもしや帝の。ふっ、れこの四角の。わあ、もうほんとガード硬い。振り切れぬか。やむを得ん、倒さねばならぬ。うん、だからなんでこんなカード硬いの。さてやっていきましょうか。もうちょっと今右スティック押し込みができなくて敵にターゲット合わなかったんですよね。俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。今検定保護が出ていた。でこれ、まあ、そのままずっとやっていくってことかな。じゃあ早めに前の方に行って敵がいたら倒すみたいな感じで戦うと良いんじゃなかろうか。その立派な馬車間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。あら、もうあっさりと帰っていく。これを打ち取ってくれよ。うん、さらに前へと。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。もういないかな、これ敵は。敵はいないように感じる。あ、違うな、洛陽の方に入るんじゃなくてここか。帝を返してもらうぞ。なんか敵強い、荒ぶってる状態。うわ、これやってる最中には角度変えられないのか。帝を狙っている者は大勢いる。せいぜいうまくやるのだな。というわけで洛陽の安全は確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。うん、これで終わったそうなので、多分他に大量に内容は出てくると思います。見事だな、毛徳。さすがは歯を行く者よ。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。うん、面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。帝の退避が完了で、次は炎術軍とかいろいろとあるけれども、まあ、どれも遠いか。じゃあ炎術軍撃退からいきましょう。帝を狙うのは各氏や炎将だけではあるまい。急ぎ我が元へお連れせねばな。うん、というわけで急いでクエストやっていきましょう。さて目的の場所をやってきました。すでに先発隊がいるようだけれども、私たちで守るぞ。誰倒せばいいんだ。パッと見敵が見当たらない。炎術軍で武将すべて撃破。さあ参ろうぞ。炎術軍の武将王はこちら側にいる。炎術様こそ帝を庇護するに。誰か表示されてないな。おとなしく引き渡すがよい。曹操軍だな。待っていたぞ。ここからは俺たちが加勢しよう。うん、逆に使っちゃった。ダメか、これ結構威力強かったからこれ連発でいけるかなとか考えてるんだけど。あとはここにいるはず、学習が。ダメか、思った以上にダメージ与えられてない。で、あと他は
反対側に行けば、うん、天満とかいますね。両方で倒すのはエンインとあともう一人。これは分かんないな。恐怖とか読むの？なんだろう。なんという強さ。かわいいな。結構漢字が難しいですね。調べるときも検索するときもなかなか名前をね探すのが大変だったりする。我が波動の前に滅びよう。エンリンはあっさりと。素晴らしいご活躍。よし、ここで防御体制を取るのだ。延長の邪魔をするとは愚かなやつめ。手触りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。これ以上は無意味だ。撤退しろ。炎術様、申し訳ありません。驚いた。曹操軍はこれほど盛況なのか。帝は心強い護衛を得られたようだな。妖法の驚き方がすごいね。あっ、消えてしまった。では我が道を行く。演術軍は終わったので別の場所行きましょう。演術終わって妖法との対立というのは、今妖法を助けたばかりじゃないか。それでも対決することになろうとは、多分即座に裏切るとかそんな感じなのかな。で、妖法はどこにいる？目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。妖法の具体的な場所はまだ表示されてないかな。いや、この中に誰か入り込んでる？入り込んでるな。あれ、妖法まともなキャラ表示して。わしが許される道理はない。やつを討ち、帝を我が手に収めてやる。これで終わって。妖法様、一体どうして裏切りなんか。曹操殿になり変わろうという欲が出たか。ならばここで打つのが得策だろうな。うん、もう敵は撤退。いや、もう一人いるか。妖法の旦那、手を貸しますぜ。久しぶりに暴れてやりてえと思ってたんだ。うん、これ倒せばおしまいかな。わしとて帝を迎えられれば、うん、セリフの展開が遅すぎてね、今さら妖法が倒れた扱いになってて。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。素晴らしいご活躍ですね。じゃあ次行きましょう。これどうやって上登るのかな。こうした河原のところって登る場所がいまいちわからないんでね。なんかこの辺りから登ろうと思ってもどうあがいても登りきれないというか、ここら辺で鍵直し変えたらいいんだけど。ジャンプ力アップのものを持ってないといけないのか、それともまた別の場所があるのかわからないけど、まあ次行きましょうか。次はハテナマークのところ、目的の場所到着かな。これは敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。あー、長子を倒せになってる。アイドルを選ぶとは無用心ですね。我が兵器部隊が華麗にお相手しましょう。あれだね、これ新三国無双やると言葉結構覚えるね。やっぱり音声でちゃんと言葉を言ってくれるので、わからない感じもねすごいわかりやすいですよね。さて、どこだどこだどこだ。将校はまあ場合によっては振り仮名振ってくれてることもあるしで、我が波動の前に滅
文字情報だとね、ルビが振ってなければ当然わからないし、まあそうであればまあ調べないとわからないしね、結構言葉読み方を覚えるのは大変。まあゲーム実況とか知らなければしなければ別に言葉のね読み方なんてわかんなくても困らないんだけれども、ゲーム実況やってるとどうしても読み方の問題が出てくるからね。おっと、なんで最後吹っ飛ばされたな。あー、ここはドがあるのか。というわけでここ終わったのかな。いや、超こう倒したけど、あ、まだだったか。炎症とにお詫びのしようもありません。うん、参道の突破果たして、さてさて、じゃあ次はまたこれはどこだどこだ、結構近いところから優先してやっていきたいので、まあどこもあんま変わらんか。目的の場所到着。直ちに守備配置につけ。長安からの刺客は誰だ。長安からか、リカクか。すぐに差し出すのが身のためだぞ。リカクのくせに生意気な。というわけで、あっさりと倒し終えましょう。貴公こそ真の三国無双ですよ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。特段の甘えつきもいないので。見事な戦い。こんなはずではもはや引くしかあるまいな。長安からの刺客も終わって、じゃあ次は宝物奪還。あの者ら分不相応なものを抱えておりますな。そうか、帝の宝物を奪ったのでは。捕らえて正さねばなりますまい。というわけでこの野党を倒していきましょう。結構広まってるような感じなので。わかった、だからは返す。だから許してくれ。なんだろうな、これもうコントローラーの問題か、それとも追いつかれたか、そうじゃないのかわからないけど、スティック押し込みが効かなくなってるんでね、効かないのかゲーム中で反応しないのかわからないから、どう考えたらいいかがわからないんだけど、なかなかそのあたりでちょっと操作おぼつかないことがある。調べようがないですからね、そういったところはね。返し助けや、力づくで来な。あとは、あとは向こうか。畜生、わかったよ、返せばいいんだろう。さあ、でここでおしまいと。多分全部終わったかな、これで。せっかくのお宝返しやしねえぞ。ああ、返さないのか。よっ、わかった、だからは返す。だから許してくれ。うん、というわけで全部終わったと思います。おお、やはりこれは帝の宝物。この調子で残りも取り返しましょうぞ。あと4つ、あと4つ、さすがのお働きですな。残る宝物はわずか、どうにか頼みますぞ。あ、そう、単に間に合ってないだけか。あと1個の宝物を確保せよになってる。あ、でもまだいるな。あ、ここで敵が出てくるのか。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。変えられる宝はお前の好きにしろ。というわけでこれで条件達成。
うん、終わんないか。素晴らしいお働きでしたな。これで全ての宝物を取り戻せました。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。なんか今急に敵に出てきたな。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。というわけでじゃあ次行きましょう。次は大盤振る舞いというものだそうです。あのあたりの店舗はなんだろうな、今後バージョンアップとかで改善されればいいんだけどね。場合によってはもうプレステ4の性能の影響でもうそれ以上速くならないっていう可能性があるから、ちょっとね一概には言えないんだけれども、あとは攻撃隊長とかのね、そうしたコメントなくせば少しはねコメントが早まるのかなとか思ったりもしますけど、まあ実際どうなるか。ああ、ジョコらしきものがいますね、西側に。でもまずは宝物散布大盤振る舞いというそうしたクエストやっていきましょう。うん、もうすぐそばだな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。道はまだ開けぬようですな。敵の兵力をそぐ手はないものか。宝物を使えば敵の気を引けるやも。帝の御身を守るためやるしかありません。どうしろって言うんだ。進軍せよ。向こうに直接行っていいのか、それとも東条を守るためにゆっくり進まなきゃいけないのか、そのあたりがまだ判断できない。行くだけだったらものすごく簡単なシナリオだけど、シナリオというかミッションだけど、ちょっと東条も来そうだね。東条、東条か東条かちょっと忘れたけど、読み方濁るのか濁らないのか。おお、殿、さすがです。これどういう動きする、戦おうとしてんのか。戦うんであれば周りを全部倒していきましょう。ああ、というかもしかしたら一緒についてくる感じかな。だとしたらどんな感じでいけばいい。ここを越えていってしまえば楽に目的の場所はたどり着けそう。あ、びっくりした。なんでこんな、あ、なんでこんなとこに。うん、やっぱついてくるタイプだねこれは。ついてくるんであればどんな角度からでも。いや、戦ってしまってる。何なんだこの動きは。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。さて頑張ってくれ。あ、自らは先行して叩いておけばなんとかなるでしょう。東条どこ行った。あれ、え、ちょっと待ってこれ、なんとか戻ってないこれ。え、何それ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 、ちょっと待ってくれ。あれ、おかしいな。まあいい、とりあえずもう全部倒していくか。敵全部倒せば勝手に来てくれるでしょう。素晴らしいご活躍ですね。そうそう、自らに追随するの、あ、いや、追随してるように見えるんだけどな。来たり来なかったり。早く来てくれ。なんかだるまさんが転んだみたいにね、こっちが振り向くとなんか止まりそうで怖い。ここ崖降りるのが嫌がってんのかな。そんな感じだな。ちょっと待ってくれ、どういうことだこれ。あの、遠回りしろってことか。まあじゃあとりあえずもうまず自ら拠点まで行って、それでどうなるか確認しましょう。当初待ってたら、当初だな、当初待ってたらこの辺りでばらまくのが効果的でしょう。うん、勝手にばらまいてくれ。多分、ああ、自ら到着すればいいだけか。なんだなんだ。ああ、というか
ワープしてついてきてる。見ろ、すごいものが転がってるぞ。どれもこれも見るからに値打ちものだ。どけ、この宝は全部俺のもんだ。どうだイベントは。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。今のあの一言で終わったのか。俺のものだっていうね。じゃあ別のもの行きましょう。おい聞いたか、向こうで曹操軍が宝をばらまいてるってよ。なんだって。俺も宝が欲しい。急いでそっちへ行こうぜ。敵を蹴散らせ。うん、我らの進む先は。そういう話になったそうです。これは門は直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。あ、なんかいいな、すごいな。これ敵結構多く表示されてない？奥の方ずらりと。これ結構熱いね。お前に帝の守護は荷が重いであろう。そうそう、あとはこの炎本所に任せるがよい。炎章か。帝はよ、わしの理想を叶えるために必要なのだ。な、己の野心のために帝を利用するだ。まさかお前が董卓と同類であったとは。うん、炎章倒しましょう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。対岸から炎章軍の増援が船着き場で食い止めるぞ。あ、なんか飛んでなんだ今飛んでんの。あ、文州がいるんだ。多分だから吹き飛ばされたみたいな感じになってるんだと思う。軍が来なけりゃ全滅だな。文州との会話あるかこれ。まあその前に倒してしまった。あとは対岸から炎章軍の増援が船着き場で食い止めるぞ。さてならば顔料もいるはずなんだけれども、どこだろうな。どこで読み違った。さすがにまずいな。ガンド今いた、多分倒したんでしょうね。こんなもんか。じゃああの2体倒したんであれば、もうとっとと炎所行こう。多分もういないはず。対岸から炎章軍の増援が船着き場で食い止めるぞ。一生打ち取ったり。うん、あっさりだな。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。船着き場の話はどこのことなんだろうな。見せつけてくれますな。見事だな毛沢。さすがは歯を行くものよ。なんたることだ、この私が曹操に出し抜かれようとは。うん、炎章の足止め終わって多分これで全部いったんじゃないか。いや、呂布がいるのか。呂布軍の足止め任務出ました。どこにいるんだ。対岸か。帝は俺がもらう。あーっといかんいかん。呂布軍にかまけてはいられぬというのに。おお、心配は。炎章と呂布が戦っている。炎章軍とね、三つどもえってのもそうそうないからね。これこんな形で、あー、馬が堀の中に入ってしまった。まず文州はここにいる。文州顔料2体今一気に倒してはないけど、まあ今両方倒した。巨匠がいるね。さて他は誰か有名どころいるか。
なんか堀に入ってる敵がね、それで戦えるのかって感じがするけど、案外待ち伏せかこれは。あー、ゴトンがいるね。あ、別にここら辺も倒さんでもね、いいっちゃいいんだけど。で、心配がいた。ここは低い。無造波とか、なかなか熱い展開が。他はどうだろう。倒しきっている。全部回っていけば他にもいるかもしれないけど。でも、あ、孫漢がいるね、奥に。登れるか。うん、旅霊機とかがなぜかね、見つからないんですよね。敵将を討ち取ったり。これ押してるんだけどな、今スティック。さすがは歯を行く者よ。どうしようかな。もうプレステ4のコントローラーね、買い直しててもね、もちろんあるんだろうけれども、結構高いですからね、プレステ4のコントローラー。確か5000円ぐらいするんですよね。まあ、ここまで精密機械になってしまうと、ある程度高いのはしょうがないような気がするけど、気軽にね、買い替えとかできないのは残念。じゃあこちら側、あれ、場所がおかしいか。巨匠が相変わらずここで戦っている。曹操様こそ真の三国無双だぞ。というか巨匠しかいないのか。じゃあ緑行こうか。怖いんだよね、なんだかんだで強いから。攻撃力上げるか。いや、簡単に行くなこれ。我が波動の前に滅びよう。というわけで、あっさりと倒し終え。あとは誰倒せばいいか。さすが曹操様だ。我が道を行く。ああ、逃れられるか。邪魔させん。倒せなかった。お見事。見てるこっちも奮い立ちますぜ。ふっふっ、くだらん。こんな戦これ以上続けるよ。あ、でも別にこれで終わりじゃないんだ。そういえばちゃんと検定を送り届けないと。なんだろうな、道中並走するタイプだったらかなり厄介だけどね。ではここは城に入ればいいのか。帝が今どこにいるかがわからないんで、普通に自分が行けば帝も来たことになるのか。上皇名水産、これより曹操殿に助立いたす。おお、上皇が来てくれた。ここら辺にマークはついている。演術か。帝を庇護下に置こうとは、うん、のほどわきまえよ。そっかそっか。無事にここを通れると思うなよ。帝を諦めるのならば考えてもいいがな。なるほど。さて、ジョッコは別の場所に。何の攻撃、これ何これ。ああ、なんか普通の名前付きのね、武将よりかはよくわからんみたいにやられることが。あ、綺麗がいるな。あ、そっちじゃない。なんという強さ。倒し終わって、こんなところか名前付きは。そしても会話イベントもないんであれば、ちょっと終わらせましょう。あー、なんか行き止まりになってるな。滅びよう。これね、弓縛りというプレイね、やりたかったんだけどね、本当は。
あーっと自ら持ちてしまった。爆裂矢だったかな、それがすごく強いんで、あれを量産できるんであればもう弓縛りがすごく楽しそうかなとか思ったけど、敵将を討ち取ったり、三国志弓といったら花公園かね、甲虫ぐらいなんで、まあ、できれば、まあ、そのあたりで武将でやるって手もねあるけど、まあ、そうそうと花公園だとね内容がかぶってしまうんでね、ちょっとそのあたりもやっぱりやる機会ないのかなとか。滅相もない、本命は無事で何よりでございます。陛下、今急ぎ宮殿を造営しております。少しの間ご辛抱くださいますよ。よい、世話をかけるな曹操。真にもっと力があればこんなことにはならなかったのであろうが、しかしお前はなぜ真を助けた。董卓などにさえいいように扱われる無力な帝を。この乱世を終わらせるため、そのためには陛下のお力が必要なのです。真の今や世は諸侯が私利私欲のままに跋扈する群雄割拠の様を呈しています。誰かがそれを制し新たな断りを敷かねば、この混迷は終わらぬでしょう。群雄を制し騒乱を収めるには知略と武勇、そして民を休んじるには陛下の意向が必要です。お前と陳とで乱世を終えるというのだな。董卓に担がれて帝位についてこの方、陳は何もなすことができなかった。いや、なそうとしていなかったのかもしれぬ。だが陳にもなすべきことがあるのだな。曹操よ、陳にできることならば喜んで協力しよう。は、ありがたきお言葉にございます。なんか検定がすごくかっこよく描かれてますね。大抵はねもう何もできない人物という描かれ方が多いですけど、というわけで第3章がこれで終わりました。また次回以降第4章やってきますので、もし興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。